はい、皆さんこんにちは、めいめいチャンネルです。こんばんは。ね、今の時刻がですね、20時15分なんですけども、ちょっとテレビのとこがしてますけども、その辺はご了承ください。今日はね、何の動画かと言いますと、ちょっとね、とある人からね、ちょっと、まあ私のね、母親のちょっと、はとこになる家に行ってきたので、ちょっとそれのね、動画を撮っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。こんにちは、めいめいチャンネルです。はい、TikTok、YouTube、Twitter、Insta、やってます。めいめいチャンネルでね、統一してますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日はね、ちょっとね、久々にね、ちょっとハトコのね、家に行ってきて、ちょっとね、まあうちの母親のハトコに行ってきたんですけど、ちょっと。あの今までね、果物屋さん、あるところでね、果物屋さんやってたんですけども、ちょっと、ここね、数日というか、まあ、1ヶ月、2ヶ月前ぐらいでちょっとやめて、まあ、年がね、2人とも80代ですかね。はい。80代して、ちょっと今日ね、見に行ったらね、はい、まあちょっと家がね、ちょっと、えらいことになってまして、で、本人たちも、ちょっとね、まあ、ね、介護が必要になってる認知症っていうのがね、ちょっと入ってきてるって感じがありましてですね、ちょっとね、今心配になってまして、それが問題にちょっとね、今日発覚しまして、ちょっとね、これから今後ね、私、その、なんていうんですか、ハトコのおばちゃんの家にね、ちょっと、ちょこちょこね、通おうかなと。もう二人ともね、80で、もう一人はね、もう完全に認知入ってるのかなっていうのと、まあ、あと、お前ちゃんの方、ね、もう一人のね、方は、まあ、マシなのかなっていうね。あともう一人ね、住んでるんですけど、もう一人の方がね、ちょっと、まあ、ちょっといろいろありまして、はい、住んでるんですけども、ちょっと心配ですので、ちょっとそこの辺をね、通おうかなと思っています。何の報告やねんっていう話なんですけども、まあまあまあ、報告して、まあちょっとね、家とかね、ちょっとどこっていうのはちょっと言えないんですけど、はい。もしかしたらこの YouTube にもね、影響してくるかもわかんないんですが、ちょっとその辺は、ご了承していただけたらな、と思います。はい。まあ、なんていうんですか、休止にするとか、そうではないんですけども、ちょっと、今のね、現状の報告というのをね、させていただきました。他にね、ちょっとまだいろいろとね、あるんですけども、ちょっといろいろプライバシーとかあるんで、ちょっと、これ以上は言えないんですが、はい、今後そういうのをちょっとね、動画に上げていけたらなと思っています。ただの顔とかはね、家とか映せないので、まあその辺は NG になりますが、まあ、映せるとこは映してって感じでいきたいかなと思っています。またね、何かありましたら現状報告を入れていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。ちょっとね、短い動画でしたら、皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次回動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、そう、みんなごめんね。めっちゃ楽な格好、まあ寝ながら撮影してるんですけども、まあまあまあ、いろんなね、最近めいめいチャンネルでいろんな風景をね、描いてね、動画を撮影しようと。もう一緒の動画描いたら終わんないじゃないですか。まあ、こっちね、いつもこのイルカが見えたところでね、撮影してますけど、毎日そんなとこでね、撮ってたって思わないし、私の過去を変えたらね、やっぱ面白くないんじゃないですか。だからちょっといろんなね、その生活感も、私のめいめいチャンネルの生活感の声とか音とかも聞いていただいても撮影しているんで、わざとしているんで、その辺はご了承していただきたいなと思います。それでは、バイバイ。またお会いしましょう。